琉球国の図重要文化財沖縄県立図書館所蔵紛りは沖縄及び奄美群島における琉球王国時代及び明治時代の沖縄県の行政区分の一つ琉球王国時代は第一級行政区画に相当した琉球処分による沖縄県設置後以降も継続していた休館温存政策により1896年の 軍政施行以降も紛り制は1908年沖縄県東所長村政施行により紛り村に移管されるまで続いた。紛りの区割りは概ね現在の沖縄県内の市町村に相当する。ただし沖縄戦やアメリカ統治時代を含む近現代に市町村合併等が繰り返されているため現在の市町村の区割りとは大きく異なっている。沖縄本島を国神 中神島尻に3分する体制は14から15世紀の宮間時代に由来する。ただし、宮間時代の地勢図は発見されておらず、領域の区分は考古学、歴史学上の考察に基づいている。琉球振興により、薩摩藩への功能のため琉球にも国高性が導入され、県地、名寄の拡大帳や豪村の一覧、国絵図などが整備された。 これにより、こち名の地政的位置が初めて明瞭となったのである。例えば、江戸幕府の幕名で、琉球を含む日本全国で、国絵図が作成され、原禄国絵図琉球国沖縄等も現存している。現代の国馬側より、北側の那覇の一部と首里は、琉球古来において中山領であり、小橋市の首里海斗と共にしまじり方に組み込まれたと考えられる。 琉球近世では1673年に金紛りの一部と読谷山ん紛りの一部が女紛りとなった。後に女村は国神とされたため国神と中神の境は北山と中山の境より東、品海側で南に伸びている。琉球王国の歴史の中では大きく二度紛りの区割り変更が行われている。また、甘み群島では 薩摩が支配下に置いた後も紛り制を続け、増減も行っている。1907年の直霊第46号、沖縄県及び当初町村制が示され、翌1908年、紛りは廃止された。以下に、宮間時代からの紛りとその後の新設紛りを記す。ありがとうございます。